マルティーヌ・オブリーは、フランスの政治家、社会党、第一初期、リール市長、労働省、雇用、連帯省を歴任。出生時の名前は、マルティーヌ・ドロールで、オブリーは、全部ザビエ・オブリーの姓に由来する、オブリーと表記される場合もある。父は、フランスワミッテラン大統領の下で、大蔵大臣等を務め、1985年から1995年まで、 欧州委員会委員長を務めたジャック・ドロール、パリ17区に生まれる、パリ12区のポール・バレリー高校を経て、パリ第二大学経済学専攻。1972年に、パリ政治学院を卒業。1973年から1975年まで、フランス国立行政学院で、レオンブルム規制、同時期、フランスの労働組合、CFDT に参加し、 1974年には社会党に入党する。1978年からフランス国立行政学院で教弁を取る。その後、ジャン・オルーやピエール・ベレゴボアラ社会労働省大臣の下、また国務院において複数の役職を務め、1989年から1991年までの間はペシネーの経営にも参画した。 同社原子力事業担当役員となった間、ダンケルクへの工場誘致に尽力し、一方で、ピレネーアトランティック県のゲールにあるアルミニウム工場の閉鎖を行った。1991年、エディット・クレッソン内閣で労働省に任命され、初入閣。続くピエール・ベレゴボア内閣でも留任した。1995年に、ピエール・モーロワにより、ノール県に昇聘され、 ディール氏の第一助役に任命された。同年の大統領選には、父、ジャック・ドロール欧州委員会委員長の出馬が取り沙汰されたものの、ドロールは立候補を辞退している。ジャック・ドロールに代わり、社会党から擁立されたリオネル・ジョスパンはオブリーを選挙運動のスポークスマンに起用。ジョスパンは、ジャック・シラクに大統領選で敗れるが、社会党の第一初期に選出される。ジョスパンは、 自身を支えたオブリーを東洋職に登用する意向を示したが、オブリーは辞退した。1997年6月の総選挙で社会党を中心とする左派が勝利し、ジョスパンが首相に就任すると、オブリーは雇用連帯賞として入閣する。オブリーは担当大臣として週35時間労働法の成立に尽力した。2001年からリール市長を務める。 2008年からも再任。2008年11月の社会党の党首選挙に、社会党の伝統的な左派色を強調し出馬。前年の大統領選に出馬し、ニコラ・サルコジに敗れた、中道派のセゴレーヌ・ロワイアルを破り、社会党第一初期に就任した。しかし、党首選では、党内の対立が激しさを増し、党分裂の危機にさらされた。2010年3月に行われた、 地方選挙では、社会党をはじめとする、左派連合が、サルコジ大統領を率いる右派を凌駕し、地滑り的な圧勝。この選挙での圧勝を機に、次期大統領選で、サルコジの再選を阻止するため、オブリーを擁立する声が社会党内で高まった。そして社会党の大統領候補者を決める予備選に立候補した。同年10月16日に行われた、決選投票で、 フランスはオランド前第一初期が、得票率約56%、オブリーが、得票率約44%で敗れた。アルミなど非鉄金属から化学製品、核廃棄物まで取り扱うフランスの世界的企業。ユヌファーム・アンビチエウセ・レクスプレス28と1997ネット上の記事フランス衆議会選。左派が圧勝サルコジ大統領、内閣改造も。 地方選大敗で内閣古波は、改造イコール大統領選にらみ権力闘争も引く、フッツフッツ地方選、野党左派が、大将大統領、就任以来の旧地フランス、内閣改造に着手、労働省刷新へ、衆議会選敗北、社会党候補に、オランド市日本経済新聞2020年2月29日、閲覧、ありがとうございます。